天下三番893番諸益太郎です。本日のお話は高山徳太郎さんです。4代目会津虎鉄会会長であります。昭和3年大阪生まれ、ご両親は韓国人です。終戦後、高山さんは韓国へ帰る両親と離れ、日本に留まった。大阪での愚連隊時代の度重なる喧嘩で、実刑判決を受け、6年北海道の帯広刑務所に収監された。4年足らずで出所となり、外国人登録証を渡され、遠い親戚を頼って滋賀県の大津に移り、20名以上を抱える愚連隊を結成させた。同時期に高山さんは中川組の若い衆になり、愚連隊は高山組として結成。高山さんは中川組の若頭にスピード出世した。そしてここからなんですよ。ここがちょっとこの高山さんは経歴が違うというか、ここのことが今後大きなポイントになってくることなんですが、この中川組というヤクザ組織がですよ、滋賀県庁や大津市役所からの依頼で大津競輪場の警備を任された。まだ戦後の混乱が続く中、権力がヤクザに治安の安全と警備を頼む時代だったんですね。で、この中川組長自体も、兄弟卒のインテリで、寒い思いをしている者がいたら自分の上着を脱いで着せてやれと、ひもじい思いをしている者がいたら自分の食べているものを食べさせてやれと、そんな男になれと、この高山さんは教育されたと言いますね。堅気に迷惑をかけるな、弱い者を守れないやつは出ていけと、自分の教わった任教道を自分の子分にも教えている。自分の組は近隣住民を守ることはあっても、今までもこれからも迷惑かけることは絶対にないと、この高山さんが堂々と語った住民説明会というものの記録も残っていますね。で、高山さんが特筆するのは、建設会社を設立して高山組の組員を社員として給料を支払ったということなんですね。通常は組員がしのぎをして上納金を納めるのが普通なんですが、この高山さんは組員が不法な悪事で堅気さんや世間に迷惑をかけないように自活できるようにとして給与システムを整備した。これは暴力団ヤクザと言われる人たちの組織の中では極めて異例なんですね。またそういったことで、この内外にこの高山さんの名前は知れ渡っていくんです。で、山一構想では稲川会の石井さんと共に仲介役を務め、同時期に3代目会津虎鉄会会長の図越会長から会長の座を継承して4代目となっておるんですね。この高山さんは頭脳明晰で弁が立つ方だったんですね。ここからなんですね。この暴力団対策法に反対する活動を展開し、裁判を起こしたり、童話問題の時もテレビ番組や様々な取材に応じた。結構テレビとかにも出てインタビューにも応じたりしているんですね。インタビュー映像では今は現在でも残っていて、ネットでも確認できます。YouTube でもできると思います。ある有名な宗教団体、あえて名前は伏せますけども、代表者に抗議の手紙を出したことも有名であります。抗議文の内容も公開されており、正義感あふれる文章のみではなく、宗教団体がどのように具体的に純粋な信者からお金を巻き上げ、それを私服として着服しているかを理路整然と連ねています。けなげに献身的に活動を続けている信者を食い物にしている宗教団体幹部や代表に対しての憤りを示し、騙されている弱い者たちへ目を覚ましてほしいという教訓になっているんですね。通常のヤクザとか暴力団というところの枠を超えた活動をしていたんですね。そしてこの高山さんは差別、権力、時代に屈することもなく信念を貫いて生き抜くということをしています。体も大きく喧嘩も強かったので武勇伝も数々あるみたいなんですが、終わったことなどいちいち話すことではないと、どんなに強くかっこよく勝った喧嘩とかそういったことも一切自慢をしなかったということなんですね。もっといろいろこういったところが、語られても伝説して語られてもいい人物なんですが、そういった話はあまり言っておられなかったということなんですね。1997年、平成9年ですね。2月にヤクザを引退。息子さんの代でこの建設会社、建設事業が失敗して、権威喪失したとも言われている。ことなんですね。まあおそらく資金の源泉が失ったっていうことで、まあ求心力をなくしたっていうか、まあ組織維持ができなくなった、自分が出す側ですからね。じゃあ今度そうなったから、じゃあ上納しろとはやはり言えなかったんではないでしょうかね。2007年平成15年に永民とお亡くなりになられておりますが、その後のまあ昨今のこの会津虎鉄会の状況を見ると、まあこの4代目当時とはまあ随分変わっているんですね。どの組織も衰退していきますが、まあ一方その衰退度合いが山口組、稲川会、住吉会よりももう顕著に見られる。結局ここのところ私が思うのは、まともにやろうとしたにもかかわらず、まともにすればするほど叩かれたっていうか、過去に役所から言われてやったにもかかわらず、暴対法で出ていけ、お前たちは悪だっていうことに本当に我慢がならなかったと思うんです。でそれがあるばっかりに、まともに行こうと思ったところ、結局いろんなものを剥奪して公共事業なんかできるわけないんで、やっぱり組でヤクザである以上建設会社っていうのは難しかったんだと思います。でそれが分かっているところの組織は、もうそういう世間が世間なら、もうそういうふうに舵を切って対警察対世間っていうふうに舵を切ったところが未だに残ってるっていうのは、逆に不思議な現象だと思います。でもそうせざるを得ないように持っていったっていうのも、法律だったりお上ではないのかなと私は思ったりもします。